それでは、そうですね、ちょっとお席座ってからね、私、歌っていただきます。曲名がですね、40 Summer Love という曲なんですけどもね、こちら1年前にできた曲なんですけども、久しぶりにちょっと歌ってもらうんで緊張してるんですけども、ちょっと間違ってしまったらごめんなさい。歌の途中にですね、掛け合いがございまして、掛け合いって、まあ、掛け合い、ヘイヘイヘイみたいなのがあるんで、皆さん一緒に歌っていただいたら、僕、感激するなぁなんて思ってるんですけども、あとチキンハートという歌詞が出てくるんですけども、その時、チキンハートって言ったら、チキンハート返していただいたらもうね、今日カメラ入ってますんでね、すごい、この人人気あるじゃないかっていうふうに思われるんで、よろしくお願いいたします。それでは歌わせていただきます。40 Summer Love。テリリリテリリリヘイヘイヘイテリリリテリリリヘイヘイヘイテテ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 中二の春からお前に夢中さテテレレレテテレレ東京下校ときつも眺めてた揺れる黒髪タンポポの香りテテレレレテ心も体もビンビンダイナマイだけどなぜ俺チキンハート今日こそ決めるでラストチャンスお前の瞳にロックオンお前の唇チュッチュッチュッオーベイビーポーチーサマーラーHey, hey, hey! 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 ありがとうございます。ちょっとやっぱり1年ぶりなんで歌詞の方間違えてしまいましたけども、まあそんなん誰も気づかないですね。失礼します。ありがとうございます。以上で私の、前説の終わらせていただきます。まだいっぱいお客さん入ってきますんで、もうしばらく待っていただかないとダメと思うんですけども、待っておいていただけますでしょうか。本編の方はですね、こんな風にこの芝居大丈夫かみたいな感じはないんで、ちゃんとしてますんで、安心してください。はい。緊張しております、私。では後ほどね、こんな感じでない僕でお会いしましょう。それでは、もうしばらくお待ちください。セプテンバー、酒井でした。